チャオ、あっちゃんです、今日はカレーパン食べましょう。いただきます。今日はね、無添加のこの前のカレー残ってたやつにをパンに入れてんけどね。うん、3日目のカレーは美味しい。量が出かけたから、ヒカと二人にお昼寝だけど、お茶入ったらもう一回水入れて沸かしといて。カメラ回ってみる。すごいちっちゃくやる。あのね、カレーがマイルドになっちゃうね。あれ、ティッシュ残ったっけ？一人ちょっと見に。はい、ありがとう。ね、カレーがマイルドになってね、すごい美味しくてね。で、パンにすごい合うよ。結構。今回結構、なんていうのかな、美味しくできたカレーやから、いやいや、2日目のカレーめちゃくちゃ美味しい。だいぶね、ルーナシュカレーのクオリティが上がってきてる。絶対かかれるか、さっき言ったら無添加のカレー作ってもパンで食べたら意味がないとか、意味ないことね。全ても無添加食べると言ってない。これがね、
大金持ちになって、なんぼでも予算使えるやったら完全無添加できるけど、無添加っていうのは、すんごいお金かかんねん。だから、どこで手抜くか、どこで抜くか。パンでも無添加のパン、米粉でパン作って、イーストフードとか一切使わず、なんかできん。だけど、パンが一個に、すんごい金がかかってる。こういうのやっちゃうと、大変だよ。ほんと、こんなパン焼くために、うちの機材では無理ね。だから、オーブンも業務用みたいなの買わないから、ね、無理やからね。なんでこういうことするか、いや、もちろん、体のためっていうのもある。みんなが健康になってほしいから、これを見て、いや、健康ってそういうことなんやなって思ってやってくれたら、あっちゃんはお金がないからそこまでできへんけど、できるっていうノウハウは持ってる。だから、まあ、伝えてるだけで、やるかやらないかは自由やし。で、あっちゃんがぐっすり儲けたら、そういう無添加の店展開をしたいなと思ってんね。自給自足、無農薬で作ったもので食っていく、自分で全部しようことは無理やから、そういうのも、なんていうのかな、できるシステムを作って、で、いろんなところと提携していく、そういうのやりたいなと思ってね、あっちゃんの代理できやんの。これから食ってすごい大事になってきて、今食を牛耳ってるやつらがあって、あいつらが食の安全性を崩していってる。だからここのところ安全性、それが法律的にどうなるかが分からへん。なんか種苗法とかいろんなそういう法律で食の安全性が崩されてきてんねん。ここのところを守るためにどうしたらいいのかって、法律でダメだったらもう無理だって。そうだったらもう自給自足しかないからね。そういうところを突き詰めるために、まあそのためにやってるから、もちろん無添加、完全無添加する方はええことやねんって。ええことやねんけど、できへんっていうのが現実やねん。でも理想論を語ってる中で、やれる人はやればいいしということです。結局まあこんなこと話してもね、お金がぐっすり余ってて無添加で全部整えられないとしたら、もう特にやってる、だからそれがみんなに知れ渡ることによって、需要が増えたら値段も下がってくる。みんながやっぱりそんな安いを求めると、やっぱり安かろう悪かろうっていうのが市場に回ってくんねんね。だからあっちゃんはそういう話をしてんねんけど、まあね、言ってることとやってること違うって当たり前です。不可能です、物理的に。みんながね、もっともっと再生してくれて、1ヶ月ね、何十万何百万って収益があったら、ちゃんとそんな生活できる。そうなると病気もせえへんねんけどね。だから安いもん食べてたら、やっぱりどうしても病気になっちゃう。な、悪循環やからね。だから変な話、よう聞いたことないよ。貧乏人の人ほど病気になりやすいって、それは何かと食やとあっちゃんは思う、そんな感じでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。安くしますと思ったら簡単やねん。体に悪いものつけて食べたらめちゃくちゃ落とせる。そうじゃなく、落とすギリギリまで、それでも添加物を入れてギリギリまで落とす、節約っていうのがあっちゃんやってるけど、もうちょっとやっぱり収益を増やしていいもん食べたいなと思うあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。